日本は中国主導のアジアインフラ投資銀行に参加していませんがこれについて菅義偉内閣官房長官は中国など主な参加国が投資銀行をきちんと管理していけるのかと疑問を呈したほか過度な融資や投資は巨大な債務を生み逆に参加国の利益を損なうと指摘しましたミャンマー軍機の投下した爆弾が 雲南省に着弾し、4人が死亡、9人が負傷した事故について、ネット民は中国当局に真相究明を求めています。しかし、ミャンマー政府とミャンマー民族民主同盟軍は、いずれも爆弾の投下を否定しています。賭爆を経済の柱とするマカオは、今年1月と2月の賭爆の収入が48.6%も減少し、 マイナス成長になりました。去年の第4四半期のマカオ経済も17.2%縮小しています。主な原因は大陸からの賭博客が大幅に減っているためです。香港の両親へ行政長官の次女は17日の朝 Facebook に数回母親から虐待を受けており、家出や自殺まで考えていると書き込みをしました。 その日の午前11時頃、官邸から出ていく救急車が目撃されています。新東人テレビがお伝えしました。